はい。本日はリラージショートストーリーで、飯田俊介さんにインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最初に自己紹介をお願いします。あ、はい。はじめまして、飯田と申します。私、アメリカ生まれ、日本育ちの、ハーフなんですけれども、現在、プロモーターという仕事を、やっております。プロモーターというのは、ちょっと聞き慣れない方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、まあ、世の中にこう必要とされている、ノウハウとかを、持っている人の、その情報とか、ノウハウ、まあ、コンテンツを世の中に広げるっていう、仕事をやっております。この仕事自体は、本当に2ヶ月ほど前から、やってるんですけども、その前は、コーチとして、活動しておりました。はい。でも、そのまたコーチの前はずっと人材業界で働いてまして、ヘッドハンティングっていう、仕事ですね。人材紹介業なんですけども、医療業界に特化してやってたというような形ですね。はい。ざっくりそうなんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。一つ目の質問は、飯田さんの今現在の夢ビジョンについてお聞かせください。今のビジョンですか？僕はコーチとして独立した時から同じなんですけども、まあ、一人一人がその自分の持つポテンシャルを最大化できる、世の中を作るっていうのが、ビジョンとしてありまして、まあ、コーチとして心がけていたのも、その直前僕いろいろ人生で悩んでたこととかがあって、でこう習慣化とかを、通じて、こうやっとなんか自分のポテンシャル発揮できてるなっていう、感覚のところまで人生が行き着いていて、これなんとかできないかっていうことでコーチとして独立したところがあるんですね。で、それで、コーチとして人を助けていく中で、その自分よりもやっぱり長い間、こう人生いろいろ経験されている人とか、このそういう人たちのノウハウを広めるっていう、仕事もあるんだっていうことを、大阪にいる経営者の方から、教えてもらいまして、その当時、チャック・ウィルソンさんっていう人の、お仕事のお手伝いをとかをしてたんですけども、そこからこう、コーチではなくて、自分がまだ、若くて、ノウハウもそんな大して持ってないので、その自分よりもこういろいろ経験、ノウハウをお持ちの方の、情報を世の中に広げるっていう活動に、シフトはしてるんですけども、もともとこの一人一人がこの自分の、まあ、持ち合わせてるその可能性ですね、それをもう最大化するっていうのが昔から僕の、まあ、パッションですね、教育が好きなんですね。はい、ありがとうございます。そういう一人一人のポテンシャルが本当に100%発揮されていったら、社会とかそういうのはどういうふうに変わっていきそうですか？いや、もういい方向にしか変わらないですよね。なんでしょうね。今、こう、世の中結構その社会運動とか、なんでしょう。その世界のなんかビッグな問題とかに、焦点を置いて、そういう活動とかをされる人っていうのはいるんですけど、やっぱり一人一人がその自分の人生の悩みとか、あとはその自分のその成長とかから、なんか、視点をこう、ずらして、なんか、先にビッグなことに取り掛かろうとしちゃう人も、いたりするのかなと思うんですけど、一人一人がこう自分のそのコンピテンシーというのを、高めていって、こう、自己成長していくと、どんどんこう、一人一人がよりビッグなことに、こう挑戦できるような、世界にもなってきますし、あと、なんかこう、まあ、ちょっと表現しにくいんですけども、本当にこう、一人一人が少しずつこう、やっぱ成長していくって、本当にいいことしかないのかなっていう。で、一人一人やっぱできることっていうのがやっぱ違ってくるので、まあ、世界的なそのマンパワーっていうのが成長するって、そんな感覚ですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ2つ目は、その夢ビジョンに向けた目標や計画についてお聞かせいただけますか？今はこのプロモート業っていうのに、専念してまして、一人、チャック・ウィルソンさんっていう、そのフィットネスとか健康系の、ノウハウを広げてるっていうのがあるのと、あとは、もう一人、古谷さんという方なんですけども、そのファンマーケティングという、まあ、YouTube とか SNS を使った専門家の方で、日本の、小規模事業主の方々にノウハウを広げるっていうことを、やっているので、他の人を通じて、この自分の、ビジョンを進めてはいるんですけども、ゆくゆくはやっぱり自分もその、自己成長していって、こう自分のそのノウハウというのも、積み上げていきたいなというふうには、考えてますね。で、あと一つ目標としているのは、僕、海外でカナダの臨床心理学者の方なんですけど、ジョーダン・ピーターソン先生という、方を、ものすごく尊敬しておりまして、彼のノウハウを日本に持ち込みたいという、願いが今非常に強いですね。はい。それを一つの目標として、まあ、プロモーター、をやることにしたっていうのもありますね。それはなんか、
数年以内とかいつまでにっていうのはあるんですか？そうですね、3年以内にできたら最高だなと思ってますけども、はい、あの早いに越したことないですね。もう1年以内に、そういうことができるところまで、影響力とか、あの自分の人脈とか、あとはノウハウ、うん、あのスキルっていうのを、磨いていきたいなと思ってますね。なるほど。そのさっきおっしゃったその古谷さんにはその着衣層さんのプロモートすること自体がそのノウハウの蓄積にもなっていくっていうこと。そうですね。自分のあのこのプロモートという仕事を始めて、僕ヘッドハンティングの時は、まあ人間関係の構築する力とか営業力とかそういうスキルは身についたんですけども、あのビジネスそのものについての、ノウハウとかマーケティングとかそういう知識がもう全くなかったなということを今ひしひしと感じているので、はい、その、商品を世の中に広げるっていう、ことを通じて今得られる、スキルとか、新しい人脈とかっていうのがあるので、この今の活動というのがこの延長線上でそういう未来があるというふうに信じています。はい、ありがとうございます。次の質問は、その目標計画を具現化するにあたって、まあ、日々 の, その大事にされている活動の指針や、まあ、基本的なその活動はどういったことをされているのかをお聞かせいただけますか？これが日頃の、何でしょう、習慣とかそういうことですかね？そうですね、はい、普段のお仕事においてあの大事にされていることとか。大事にしていることですか？まあ、昔から変わらないんですが、あの失敗を恐れないようにするっていうのが一つ大きいですかね。あの僕もともと今はこういうふうに思われないんですけど、もともと人とコミュニケーションを取るのがものすごく苦手で、あの子供の頃から赤面症がひどいんだね僕、はいはい、あの恥ずかしくなるとすぐ赤くなったりとか、失敗したりとかすると顔が赤くなるんで、それで自意識過剰になってしまって、はい、人とコミュニケーションを取るっていうのができなかったんですけど、あのヘッドハンティングという仕事って人とコミュニケーションを取らないともう話にもならないので、はい、そうやってこう、まあ、自らこう苦手なものに直面するっていうことで、それを克服してきたりしてるんですけども、あの、はい、やっぱり人にこう、うん、営業をかけるとか、あの新規顧客にアプローチ取るとか、電話取ってテレアポをしようとするとかって、これって断られる覚悟とかが、失敗する覚悟、あの恥ずかしい目を見るとか、時には怒られるっていう、そういう、こう覚悟ができてないとなかなかできないことで、そのマインドセットっていうのは今の仕事でも役に立っていて、あの集客をする時だったりとか、あとはその、コラボを企画させてもらえますかっていう、あの半分ダメ元なんですけど、そうやってこうあの失敗したりだとか、無視されたりとか、そういうあの覚悟が、ないと、やっぱこういう営業マーケティングとかそういう仕事ってしにくいのかなと思ってるので、まあ、こけることを恐れないというか、はい、それは一つ大事にしてることですね。なるほど。結構そういうのをなんか怖がる人多い、いらっしゃると思うんですけど、まあ、チャレンジできるのはね、でもありますよね。はい。そういうのにチャレンジできるのは何でですか？慣らしてきたからだと思います、本当に。あの小さなことから、やっぱりいきなりその、まあ、失敗する覚悟を持ってっていう、やっぱり言うだけだったらシンプルなんですけど、その、やっぱゼロからスタートするのって難しくて、誰もがその自分にとって心地の悪い、まあ、コムフォートゾーンとか言いますけども、自分の心地よいところの少し上ぐらいからスタートしないといけないかなと思ってて、例えば僕もテレアポが怖かった時って、どこからスタートしたかっていうと、あの家の近くの散歩道をランニングして、あの見ず知らずの他人におはようございますっていうところからスタートしたんですよ。はい、でそうするとたまにこうおはようございますって返してくれる人もいれば、あの、まあ、スルーされたりとか、なんか変なこと見られたりとかする人もいるんですけどそうやってこう赤の他人と話すとか、あとはこう声かけるっていうあのこと自体がものすごい僕恥ずかしくて苦手だったので、そういうこう自分 の, こあの心地よいところの少し上ぐらいから、鳴らしていくっていうことで、そうするとこう電話次は取るのがあのあんま怖くなくなってくるし、メールもちょっともうちょっと思い切りよく送れるしっていうことで、少しずつなんですよね。今その鳴らしていこうとすら思わない人もいると思うんですけど、それは鳴らしていこうと思えたのは、そういえば変化したいとかそういうのがあったから。まあ半分
やらないとどうにもならないっていう状況もあるからじゃないですかね。人ってやっぱりやりたくないことは必要性が出てこないとやっぱりやらないっていうのが人だと思うので、必要性がある環境にその自分をもう送り込んじゃうっていうのは一つ例としてあると思いますし、はい、あとは自分の力でその必要性を、まあ、感じる。例えば何でしょう、僕一時期その自己啓発とかハマってましたけども、なんか明日がないつもりで生きなさいみたいな、そういうのあったりしますよね。でこう、今日が人生最後の日だったら何しますかみたいな、そういう考え方っていうのは、うん、まあ、自分で作り出すこととかできるんですけど、例えば僕の妹も僕と似た、その問題を持っていたんですけど、彼女はそのコミュニケーションの苦手を克服するためになんかわざわざ留学したりだとか自分で適応せざるを得ない環境に自分をもう送り込んじゃう、はい、1回のワンアクションで環境を変えれたりするので、そうやって、苦手を克服するっていうのはできることかなと思いますね。なるほど、はい、ありがとうございます。次の質問は、最初におっしゃったその夢ビジョンですね。その人間のそのポテンシャルが発揮される社会を作るっていう、その夢ビジョンを持ったあのきっかけは何で、そのきっかけにどんな気づきや発見がありましたか？きっかけはですね、まあ本当に自分のポテンシャルを発揮できていない時期があったからですね。僕の、うん、ヘッドハンティングの、7年目ぐらい、僕大学中退して、20歳からヘッドハンティングをやってるんですけど、はい、7、8年目は、その、また前の会社の、先輩と会社を共同経営してて、僕はそのヘルスケア特化したチームをマネジメントしてて、お給料も良かったし、仕事ももう完全に慣れてるし、仲間にも恵まれてたしっていうことで、なんか、こう、欲しかったものは全部なんか、チェックできてたような感覚があったんですが、はい、なんか成長できてない、成長できてない時期に陥ってしまったんですよね。はい、酒癖が結構悪かったのと、タバコも当時ものすごい吸ってたのと、仕事に慣れきっちゃってたので、新しいチャレンジとかがなくなってきちゃっていて、部下も頑張ってくれてるし、はい、なんか、その次のチャレンジなんだろうっていう、そういう状態に陥ってしまってて、で、その、原因が分からず、とりあえず飲んだり遊んだりするっていうことで、はい、なんでしょう、その、快楽で、この なんかモヤモヤ感を解消しようとしてたんですけども、それを続ければ続けるほどなんか悪化する一方で、なんか自分のポテンシャル発揮できてないなっていう感覚に陥っちゃったんですよね。うん、で、それで、たまたま火花がつく、機会っていうのがあって、なんか中途半端に一回禁煙をしようとして、禁煙外来に通ってたんですけど、禁煙外来の先生、こうチャンピックスっていう薬を飲みながら治療するんですけど、飲みながらどこかでタバコをゼロにしなきゃいけないんですね。で、僕がタバコをゼロにできていなくて、で、先生にこう、なんか慰められたんですね。僕が こう言い訳してたの、いや、やめられなくてみたいなことを言い訳してたんですけど、禁煙外来の先生から、まあ大丈夫ですよ、ほとんどの人はやめれませんので、ここで、悲しい気持ちで言われたんですよね。はい、多分慰めるつもりで言われたんですけど、そこでなぜか僕の中でこうなんかカチンときた、怒ってたわけじゃないんですけど、なんかそこでものすごい不甲斐ない感じをしてしまって、はい、本当にやめれてないのか、それとも僕がやめてないのかっていうことを考えたら、はい、まあ、やめないっていう選択をしてたんだなっていうことで気づいて、はい、そこからタバコをゼロにし、でそこからこう、その同じ日ですね、じゃあこのタバコ吸いたい気持ちを紛らわすためにジムに行こうって、でそこでジムではいつもこうマッサージチェアで寝るという習慣があったんですけども、そこのマッサージチェアの誘惑に勝つことを、はい、こう YouTube でモチベーションって入れたんですよ。はい、でモチベーションって入れたら、たまたまのアンソニー・ロビンズっていうその世界的コーチの動画というのが出てきて、その動画でこう言ってたことが一つピンときて、シュッドをマストに変えなさいっていう、はい、でそれがこう、自分の中でものすごい思い当たるところがあったんですよね。はい、タバコもやめるべきだったんだけどやめてなかったし、仕事ももっと本当は、チャレンジできることがあったんだけども、
自分のその必要最低限のことしかやってなかったし、部屋とかも汚いのに掃除してなかったしとか、こう自炊とかもねしようとか思っていながらやってなかったしとか、やれたんだけどもやってなかったっていうのはものすごい出てきて、そこからこうシュッドマストっていうのを半年ぐらい徹底したんですよね。そしたら人生がものすごい変わって、タバコも1日30本ぐらい吸ってたのが半年でハーフマラソン完走するところまで行ったりとか、営業成績もまあ、前年から年収だけでも300万ぐらいアップしたりとか、ブログ前々から書こうと思ってたことがあって、それをブログ立ち上げたりだとか、でそれでまた3ヶ月後ぐらいフルマラソンも完走したりとか、でそこからなんか自信もものすごいついてきて、でそれで、はい、こんなにこのマインドセットとか、あとはなんかこう、学びだけで変われるんだなと。でそのそれをやってる時が自分のポテンシャル最大化できてるって感覚があったんですよね。はい、でなんかこう一つのきっかけだけで自分の力だけでものすごい変えれたんですよね。まあ、もちろんその、インプットとか、そういうのも、たくさんしてたんですけども、これすごいなと。なんかこういうこと、こういう体験を他の人にも提供できないかなと。これ一人一人がやり始めたらすごいことになるんじゃないかっていうのが、すいません少し話がなくなりましたけど、それがきっかけでしたね。はい、でそれでヘッドハンティングやめてコーチになろうって決めたんですよね。なるほど。そう、火がついたのはその慰められた時に なんか悔しさみたいなのがあったんですか？そうですね、悔しさは大きかったと思います。はい、優しかったんですけど、多分心のどこかでは厳しい言葉が欲しかったのかもしれないですね。ああ、なるほど。それがまさに来たみたいな。そうですね、そこで火がついてしまったんです。今やっぱりカルチャーって結構その、やっぱり優しさとか、今のカルチャー、西洋とか日本よりも強いと思うんですけど、やっぱり人に優しくしなさいとか、そういうカルチャーっていうのがものすごいあるんですけど、なんかこう厳しい愛というか、そういうのって今のカルチャーではあまりなかったりするので、僕みたいな人とかは褒めても伸びないんですよね。割とその僕は叱られて伸びてきたところも、例えばヘッドハンターの時もそうだったんですけども、はい、そうやって悔しさとかっていうのも、時には、あとはなんか叱られるっていうこともやっぱこうその人のことをなんか萎縮させるとかそういう目的じゃなくて、やっぱその人のためにやっぱ厳しくするっていうことも、まあ、時には必要なのかなっていうふうな考えなんですよね、僕は。でまあ、自分で人によるんですけどね、もちろん人によってこう、肯定しなきゃいけない時もあったりするんですけど、時にはこのダメな現状をやっぱ否定するっていうのもやっぱ愛がこもっているものであれば、それにこうやっぱ反応する人っていうのもいると思うんですよね。だから僕は悔しさを原動力に人生を変えれたっていうところですね。まあ、だからといってコーチの時は叱ってばっかりとかそういうことではもちろんなかったんですけど。なるほど。はい、じゃあ最後の質問ですけど、その、はい、まあ、飯田さんの場合はその悔しさとか、まあ、厳しい愛がきっかけとなって夢ビジョンにつながったということだと思ったんですけど、まあ、同じその経験をしても多分別の人だったら、まあ、逆にへこんだままの人もいたかもしれないですけど、それがきっかけとなり得た背景には何があると思いますか？多分答えは一つじゃないと思いますけどね。人って面白いもんですよね。それこそ過去とか現在とか環境とか周りの人だったりとか、何を目指してるとか、考慮すべきインプットの数がやっぱ多すぎて、こう特定のやっぱ状況に直面した時にどんな反応を取るかっていうのはやっぱ分かりにくいですよね。だから多分僕の場合はたまたまその禁煙外来の方から、一言もらった時に、それまでのちょっとその自分に対する不甲斐なさの、ビルドアップだったりとか、あとは多分元から備わってた負けず嫌いの性格だったりとか、あとはその時の状況とかもろもろ重なったんじゃないかなと思います。例えば同じようなことを、例えば僕が大学の時に言われたとしたら、
多分その時の、反応にはならなかったと思います。うん、だから、偶然って言ったらちょっと違うんですけど、多分その時の、状況だったりとか、その時の、僕がその時の、その一言の化学反応が起こってそんな、ことになったんじゃないかなと思います。うーん、なるほど。負けず嫌いになったのはなんか要因があったんですか？負けず嫌いは昔からですね。はい。僕は、中高とバスケを、やってましたし、大学でもアメリカで1年やりましたけど、その時もだいぶ、僕そんなにうまい方じゃなかったんですけど、負けず嫌いはものすごくあって、はいボードゲームとか、ゲームとか、そういうのも好きなんですけど、僕はもう何が何でも勝ちたいタイプなんですよね。なるほど。はい。ありがとうございます。はい、最後にこの動画をご覧の方になんかメッセージがあればお願いします。メッセージですか？どのような方が見てらっしゃるかにもよると思うんですけども、はい。まあ、何かの、刺激になれば、それはそれで嬉しいですね。僕のビジョンは、やっぱり一人一人が、こう、ご自分のポテンシャルを最大化するっていう、ことですので、うん、なんでしょう。まあ、僕ごときの話が、何か刺激になるかは分からないですけども、皆さんそれぞれやっぱり、何かしらのやっぱきっかけを持ってね、大きく人生変えるということも、可能だと僕は強く信じているので、うん、僕の話を聞いて、あ、私も変われるかもとか、あ、僕も、なんかもっとできることあるかもっていうふうに思って、うん、自分のこの、責任の幅をこう広げる何かのきっかけになれば、もう、それ以上のことはもう望めないですね。はい、以上でインタビューは終了したいと思います。本日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。